はり信じられないな。侵食の律者がもう誕生したなんて。しかもこんなガイドロボットにな。だが事実だ。この機械はあるはずのない意識を持っている。拡散したいという欲望、今これと接続している私でさえ感じられる。律者になるには人類である必要があると思ってた。人類というより思想なのかもしれないな。境界線を引くのは難しい。少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っている。だがそれはあくまで赤ん坊と比べた場合だ。そしてそれは人類にとって最大の幸運になる。奴が停止した実験室の中に留まったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか。何しろこの侵食の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう。成長する機会もないから力はまだ弱いままだ。おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由もそこにあるのかもしれないな。もちろん何らかの手段で三つの組織の包囲網を察して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが、とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか。全部ここにある。これで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体で、もう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか？いや、確信はない。だが、あらゆる外向きの侵食の源はこれで、内向きの部分は見当たらない。まあ、一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。もし本当にそうだとしたら、少なくともこの任務に対して私たちにできることは何もない。この件は事実通りに上に報告する。次はリストにある設備を見つけて壊さなければ。ああ、だが手段には気をつけてくれ。我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているか。ああ、私たちが一歩遅かった場合の話だろ。予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたら、その瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解する。そして窮地で生を求めるという意志も生まれる。生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる。前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と憤怒のようにな。さて、これからもう一つ君に頼みたい仕事がある。今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。他に方法はないのか。
かつての人類たちがどうやって侵食の律者に勝利したか覚えているか。彼らは奴を黒い箱の中に封印した。今回の黒い箱は君の目の前にいる。残念だ。お前が一生ネットに接続せずにいられるなら他に方法があるかもしれないが。やめておけ。私のうぬぼれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことに気づいたら大変なことになるぞ。さて、黄泉の杖を取り出してくれ。そろそろ別れの時間だ、友よ。少なくとも最後ぐらいお前の願いを教えてくれてもいいんじゃないか。いや、やめておこう。いざ口にしたら私も死にたくなくなるから。外にいるんだろ。ここを去る前に挨拶くらいしてくれると思ったんだが。もうしばらく悲嘆に暮れる時間が必要かと思いまして。あいつとのことを言ってるのか。お前とは関係ないだろ。そうですね。では私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所であなたに傷つけられたヴァルキリーがいましたよね。仕返しに来たのか。もちろんです。ただ今ではありませんし、あなたが想像するような形でもありません。じゃあ礼を言っておくよ。どういたしまして。何せこの世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく今回は天命として律者を止めるため貢献してくださったことに感謝します。ではナターシャさん、また。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。だから今はあなたのお話をしましょう。あなたに聞きたいことがたくさんある。ということ。あの未知のエリアの信号、どうして観測できなくなったの？それに楽園に設置された経路も少
少し変わってる。渡りガラスもずっと戻ってこない。どこに不具合があったの？わからないけど、楽園が急にめちゃくちゃになってるのよね。かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。私と一緒にホールに行こう、コズマ。私、描きたいもののイメージが湧いてきたかも。あなたの来訪は楽園に破滅をもたらす。私たちはあなたのせいでここが瓦礫となる結末を見たくはない。だから10日後、私はこの手であなたの命を終わらせないといけない。遅い。ただ手合わせがしたいなら最初から俺のところに来るな。俺には決着が必要だ。そのやり方も一つだけだ。さくら、奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。ほう、これが君の過去？さあ怖がらないで。私は彼女じゃない。君を傷つけないよ。
気づかれたくないって？問題ないよ、私たちは友達。そうでしょ？私が証明してみせるから。彼を頼る。さて、この薄い幕があれば侵食の律者には私たちの会話は雑音にしか聞こえない。嘘はついてない。ただそれはこの幕の中にいて私たちを見てる。これが私の発見だ。しかしアポニアもスーも気づいていなかった。ウイルスだからね。イニシエの楽園の媒体、つまり楽園を存続させている設備に侵入しているんだ。私は楽園の建造者なのに、彼らより後に気づいたらさすがに失格じゃない？次は私の腕にあるダークグリーンの痕跡を彼に見せる。本当は贈り物だけど、今は一種の証明になる。もうすぐ私も完全に侵食され、そいつの一部になるだろうね。今言ったように侵食の律者は私たちを直接削除する能力すら持ってる。でもデータは律者が成長する土台だから、削除は自尊を意味する。選べる状況なら、奴は私にしたように相手を侵食し自分のものにすることを選ぶだろう。これは私たちの唯一のチャンスだ。ケビン、奴に勝ちたければ私と共に演出を成功させて。続けてくれ。君は私たちの中で最も鋭いナイフ。奴に握られたら終わりだ。だから今すぐ死んでほしい。ああ、誤解しないで。私の手で君のデータを削除するって意味だから。そのケビン消滅ボタンを使ってね。本当に可能なのか？それを言ったら前から可能ではあったんだけど、意味が私のあらゆる発明と同じようにそれにもバックドアがあるから、消滅したとしても復旧できる。僕に騎兵として死んだふりをしてほしいのか？今はまだはっきりとは言えない。演出が始まる前に私は侵食の律者に投降して、その件に乗じてエリシアの状況を確認する。確かに投降だけど、演出はもうとっくに始まってる。言うまでもなく、タイプライターの客観性は疑いようがない。だからたとえエリシアが本当に削除されたとしても、決まった答えを受け入れるしかない。答えはすでに決まってるけど、ケビン、君は信じたくないんだよね。時間は？今夜だよ。もちろんそのまま帰ってこられない可能性もある。考えておいて、君にはまだ半日の時間があるから。全然難しくない。そうでしょ？バックドア、開けることができれば閉じることだってできる。分かった、少し待ってくれ。それともう一つ質問がある。君は誰だ？私が誰だって？どうして急に昔のことを思い出したんだろう。これは勝利の喜びなのかな。隠れてないで出てきなさい。そこにいるのは分かってるのよ、ビルビー。いいでしょう、
メビウス、次は君だ。さすが君だ。一目で私の体にある痕跡に気づくとは。見覚えがある。そうだね、侵食の律者なの。私の仕業だって思ってる？もちろんだ。君は昔から似たような実験をしてるよね。侵食の律者の真似をしてウイルスを作るとか。まさか私が止めた後もまだ諦めてなかったなんてね。当時はその件で大喧嘩したのに。黙りなさい、ビルビー。聞いて、これは。そう、研究し尽くし模倣品まで開発したものとして。メビウス、君なら当然今の私が何らかの監視を受けてるってわかるはず。君は私の言葉の意図を汲んで合わせようとするだろう。私にあれらの実験品と本物の侵食の律者に何の違いがあるかを説明するんじゃなくて。だったら何？私を止められるとでも思ってるの？とぼけないで、メビウス。最初は確かにあれは君の実験品だと思ってた。まさかこの時代の本物に出くわすとはね。君に真相を教えよう。私はすでに奴に投降した。今日ここに来たのは君をその一部にするためだ。ビルビー、あなたの分際で。そう考えるんだ。君のような賢い人ならすぐ気づくはずだ。私がすでに完璧な計画を考えていることを君ならすぐに理解できるはず。そして本当の意味で私に騙される。本当のことを言うと、ケビンはすでに私の手で抹消された。カンメビウス、彼と比べて君はどうだろうね。手下を一人片付けたくらいでしょ。その違いはやってみればわかるわ。後のことはさほど重要ではない。計画なんてあるわけないでしょ。賢いメビウス、私の唯一の計画は私が本当に計画を考え出したと君に信じさせることだ。けどあなたが完全に消える前にもう一つ質問があるわ。あなた一体誰なの？そうだね、私は一体誰なんだろう。
やっと来てくれた。どう自己紹介すればいいかな。久しぶり？それとも初めまして。